ルドルフ・フォン・アルトは、オーストリアの画家である、水彩による風景画を得意とした。ウィーン郊外のアルザー・フォルシュタットで、オールサーバースタートに生まれた。父親のヤーコップ・アルトは、フランクフルト・アムマイン生まれの画家、版画家で、弟のフランツ・アルトも画家になった。父親の工房で教育を受け、子供の頃から、父親の版画の手彩色を手伝った。 1825年から1832年の間、ウィーン美術アカデミーで学び、1862年から風景画家、ヨーゼフ・メスマーに学んだ。1830年には美術学校の展覧会で1位になった。父親とも一緒に周辺の国を訪れて風景画を共作し、不死で皇太子時代のフェルディナント一世に覗き絵を制作して献上した。 1835年にイタリアに旅した。1848年にウィーンの正常が不安定になった時期にはウィーンを離れた。ヨーロッパ各地の風景を描き人気のある画家になった。1863年にクリミア、1864年にドイツ、1867年にイタリアを旅した。 1867年にベルリンアカデミーのメンバーとなり、1879年にはウィーンアカデミーの教授となった。1897年にウィーン分離派の創設メンバーの一人となり、名誉会長に任じられた。1897年に貴族に助せられ、アルト順断者と呼ばれることになった。ありがとうございます。